ごっつんです。どうも皆さんこんにちは、高遠力です。今両国国技館の目の前に来ています。ちょっとね、少し離れてる場所なんですけど、上が車走ってるんでちょっと聞き苦しいかもしれないですけど、自分の声より車の音の方が大きくなってしまうかもしれませんけど、ここからちょっと両国国技館について語りたいと思います。またこれ旧 UWF の話としたらちょっとまた関係ない話になってしまうんですけど、なんせここのね、両国国技館は当時まだなかったので、ユニバーサルで言ったらオープニングシリーズは蔵前国技館で1回やりましたよね。それぐらいなので両国国技館というのはあんまり正直あんまり関係ないんですけど、はい。 あと風が強いので風の音入っちゃうかな、ちょっと申し訳ないですけど。で、そうですね、両国といえば、UWF で言うと新生 UWF も多分ここではやってないはずですよね、確かね、両国国技館では。で、UWF で言ったらその後のサンパ、例えばリングスもやってます、 UWF インターもやってます、まあ、藤原組はやってないにしてもパングラスやってますよね。多分リングス、パングラス、U インターは両国見に来てます。あとは両国っていうと何見に来たかな、他でもしかしたら全く見てないかもしれないですね、他のプロレスだったり他の格闘技だったり、はい、そんな感じなのであんまり正直両国国技館について語るあれもないんですけど、ちょっと近くまで来たので撮ってみました。少し離れてる場所、全体を撮る場所が近く、道路もっとこの近くだと全体って入らないんですよね、なので少し離れたところから探してみました。隅田川の近くです。ちょっと後ろ振り返ります。トーナメント1回ここでやってるはずですよね、1回かちょっと分かんないですけど、あでも何の試合だったかちょっと覚えてないですね。はい、とりあえず両国国技館に来てみました。ちょっとこの近くで何か他に何かあったら探してまた動画撮りたいと思います。はい、両国国技館から歩いてきました。ここはどうやら蔵前国技館の跡地らしいですね。ちょっと本当に道路のすぐそばなので音がうるさいかもしれないですけど、風の音も入ったらすいません。水道局になってますよね。全然何もなんか跡地的な記念碑も何もそういうのって全然ないんですね、残念です。この辺らしいです。特に映すものがありません、すいません。はい、皆さんここはどこだか分かりますか。本当はね、歩きながら近づいていきたいんですけど結構人がいるんで邪魔にならないところで撮りたいなと思って撮ってます。まあ今頭見えてるんで多分バレてますけど、日本武道館の前です。九段下の駅からね降りて、九段下の駅を降りてここへ上がってくると、まあ、例えばプロレスとかだったらこの辺にダフ屋がすごいんですよね。でみんな向こうへ歩いて、やっぱりここちょっと歩いてみようかな。ここをこう歩くとやっぱりこうビッグマッチというか、これから、まあ、コンサートにしてもそうですけど中でこう楽しいことが待ってると思うと、この歩いてる時ってすごいなんか
クワクしてましたよね。なんか思い出してきちゃいますね。そうです、この辺にダフ屋がいっぱいいるんですよ。チケット余ってない、チケット余ってないっつって、ちょっと武道館の方に向かってみます。はい、今武道館の目の前まで来ました。なんかね、何ですか、予定外というか、あの今日なんかあるみたいで全然分からず、あの来てみたんですけど、誰かな、ちょっと分かんない、千秋真由村、千秋真由村、すいません、あの俺分かりません、おじさんには分かりません。なんかねあるみたいで、もうファンの人が来たりとか関係者がたくさんいたり、なんかグッズ売り場とかのなんか準備とかしてますね。そうですね、武道館はもう一番来てるというか、まあ後楽園ホールに比べたら違いますけど、武道館はライブも来てるし、やっぱりプロレス関係結構来てるんで、まあ、馴染みの場所というか、まあ、来てもすぐもう会場入っちゃうだけで周りとかなんかねうろうろとかしたことないんですけど、はい、何度も来てる場所ですね。ちょっと別の角度に行ってみます。はい、ここは多分2階席の時の入場、まあ、帰りもここから出てきた記憶がありますね。出入り口、2階席とかの出入り口でしょうか。今ねなんか音聞こえるんでリハーサルとかやってるみたいですね。全然すいません、わからない人でした。武道館の UWF といえば、まあ、もちろんユニバーサルはやってないですから、また全然関係ない動画にはなってしまうんですけども、たくさん来てますね。武道館は有形としてはやっぱりユインターの高田北尾戦はすごかったですね。あれは異常でした。会場の盛り上がりというのか怒りっていうのかな、まあ、勝った瞬間すごかったですけど、始まる前とか、まあ、あれはすごかったです。ここからあとは武道館、バリトルジャパンは武道館でしたっけ、山本大福村は武道館ですよね。あれね、あれもすごかった。すごい客の熱気というか熱狂というかすごかったです、あれは。新生 UWF は全然自分全くあの見てないので、新生 UWF もここでやってますよね当然、だけど全く分からず、何回やってるんでしょうちょっと分かりませんけど、全然見てないですね。あとは何かな、ノアとかの無料券もらってきたりとかはしてますね。何回来たかな、ちょっと忘れましたけど、それぐらいかな。意外とプロレスファンのようで、実は UWF 系だったりするので、他のプロレス団体の武道館大会ってのはほとんど来たことがなくて、はい、そうですね、やっぱ高田北尾戦はすごかったな。船木と鈴木も見に来てましたね、2階席で見てました。そんな感じですかね。ちょっとまあ、映像はこれで終わりにしますけど、ちょっと周りをぐるっと回ってみたりしようかなと思ってます。はい、これがちょっと見づらいかな、大きな玉ねぎの下でですじゃあ以上になります。また他の動画これから上げていくんで、またもしよかったら見てください。はい、武道館から両国から武道館まで多分一緒に載せると思うんで、見ていただきありがとうございました。